お話を王子製紙アイスホッケー部の監督、今シーズン日本リーグ4連覇を見事に果たされました引木貴夫さんにお願いしておりますが、引木さん、はい、まあ現在の世界最強戦と言ってもいいこの顔合わせですね。そうですね、やはり随所にいいプレーが見られるのでね、やはりよくこういういいゲームっていうのは、はい、これがアイスホッケーを志す人には、はい、まあいい手本になるんで、まあ、勉強していただきたいと思いますね。なるほどね、はい、まあ、そういった教科書のような今日の試合ですが、はい、ソビエトとチェコスロバキア、ご存知のように去年のサラエボのオリンピックで金メダルのソビエト、そして銀メダルのチェコスロバキアの対戦です。さあ第1ピリオドを始まります。この大会は18回目を迎えましたイズベスチア杯国際アイスホッケー大会、12月の16日から21日までモスクワのレーニン競技場で行われたわけです。まあ、クリスマストーナメントというような言い方もされても、引木さん、すっかり定着した大会ですよね。そうですね、まあ、これは非常にその人気を呼んでるんじゃないかと思いますね。はい、画面を見てこの赤のユニフォームがチェコスロバキア、そして白い方がソビエトです。まあ、いつもはあの赤い軍団とか言われまして、ソビエトが赤をつけてることが多いんですけれどもね。そうですね、やっぱりそのホームにというか、そのホームとビジターとのユニフォームの色分けはしてると思います。白を左から右に攻めているのがソ連、赤がチェコスロバキアですが、まあ、サラエボのオリンピックの時のメンバーから今回チェコの方が10人ばかり、それからソビエトの方はもっと多くて12、3人が新しいチームにも残っております。年々こう若返っていくんじゃないかと思いますね。まあ、どうしてもオリンピックが終わった次の年というのは新しいチーム編成になる。そうですね、ですからそれあたりもオリンピックをめどに、まあ、強化策をやっておりますからね。はい、やはりそのオリンピックを一つの国として新しいチーム構成するというような状態になっていると思いますね。はい、まあ、そういった意味でもまた世界選手権がですね、はい、今年の4月にチェコのプラハで行われるわけですよね。そうですね、その前哨戦的なこの試合は意味もありますよね。まあ、今までは1勝1敗1分けですか、はい、まあ、そういった面では興味深い試合内容になるんじゃないかと思いますね。この試合がちょうど今シーズン4回目の対戦ということで、今ヒーさんおっしゃった1勝1敗1引き分けですから、はい、まあ、この日このレーニン競技場に詰めかけたモスクワ市民も大きな期待を持って試合を見ていると。そうですね、さて今これでまたメンバーが変わりまして、3つ目のセットが第3セットが出てきた両チームですが、アイスホッケーの場合にはご存知のようにプレーが動いていても選手の交代は自由です。ゴールキーパーを含めまして両チーム6人ずつの試合、ソビエトの方は13番のドロズデツキ、22番のジュルクト、そして29番のレオノフといったフォワードが出ております。こちら側がチェコの陣内です。チェコの選手の大きいですね。大きいですね、力がありそうで、はい、チェコの方は12番リヒター、21番のカシュク、24番のグルジナとこういったフォワードが出ております。こちら側チェコのゴール、ゴールキーパーはクラリク、この1番をつけた選手です。あ、ちょっとブッダみたいですね。何か当たったようですね、顔を押さえましたが、ゴールの横でゴール前に入った時に押されたんですね、電子に。さてこの大会は22人ずつベンチに入っておりますので、したがってセットを4つ組むことができるわけですよね。そうですね、今両チームとも第4セットを出してきました。大体交代は50秒から1分ぐらいというところでしょうか。そうですね、日本もその辺の、まあ、時間で交代してますから、はい、まあ、これからの方からやっぱり4セットで回すということがやっぱりその疲労も回復できるし、まあ、3セットで回すよりも疲れがなくなるということで、まあ、4セット回しということがやっぱり日本もやっぱりやるようになると思いますけどね、はい、今ソビエトシュートを打ちました。1人ヘルメットが飛んでおりますが守ります。こちらがチェコのゴールキーパーのクラリック、そしてまた、フォワード3人ディフェンス2人で5人が動ける選手、アイスホッケーのゴールキーパーはじっとそのゴール前にいるわけですが、残りの選手はいつでも交代自由。今また最初のセットに戻ってきました。第1セットは両チーム出ております。
こうやって見ても分かるようにですね、はい、やはり両チームともその止まって黙ってこう静観してるっていう選手がいないんですね。みんなこう動いて誰がディフェンスなのかファードなのか分からないぐらいの動きをしておりますね。ソビエトディフェンスの2番フェチソフがずっとパックをドリブルして持って入りました。キャプテンです。比較的交代も早いですね。今35が40秒出てますかね。そんな感じでこうメンバーを変えてますね、はい、第2セットが出ました。スベトロフ、ヤーシン、セミオニョフといったフォワード、シュートを打ちます。チェコ、ソビエト、30番がセミオノス。ここがニュートラルゾーン、真ん中のセンターラインが赤で引いてあります。チェコがパックを持ちます。そしてブルーラインから入って攻め切らない、キューンとぶつかっていきました。もう一回ニュートラルゾーンに戻って今度はソビエト、手はありません。ちょっと引っ掛けた感じがありましたが、ソビエトのチャンス。チェコのゴール裏、シュートはダメです。おっと、ちょっと荒っぽい当たりがあります。なかなか激しいですねこの当たりは。本当にもう見逃せないプレーが多いですね。確かに引きさんおっしゃるようにそのパックが止まっていないでどんどん動いていく、はい、スピードもあるしその当たりも強いしですね、本当に迫力あるゲーム内になってますね、はい、こちらソ連のゴールキーパーはミシキン。ミシキンといえば名前に記憶のある方もあるでしょうが、サラエボオリンピックでもあの名ソビエトのゴールキーパーがミシキン。そしてこれが第3セット、 C のマークを胸につけていますが、キャプテン22番ジュルクト、あ失礼しました、これチェコの方ですね、失礼しました、チェコのキャプテンスボージルです。両チームとも22番がセンターフォワードをこの第3セットを務めています。ソビエトの方がジュルクトフの20歳、ここはベテランのスポーツです。画面右上の数字は残り時間で出ております。残りが14分、1ピリオド20分間で第3ピリオドまで試合をします。アイスホッケー、もう初めはもうお互いにこう潰し合いやっておりますね。今出たのがあの、ま、王子におったのリャプキンですね。そうですね、引き人さんのところに何年在籍しましたかね、王子選手には。彼はあの3年ですね。3年間、はい、もうすっかり日本のアイスホッケーをなんて言いますか、一つ変えていくようないいプレーを見せてくれましたよね。そうですね、まあ、ディフェンスとしてはあの本当にいいディフェンスマンだったと思いますね。ギャプキン選手、それからシャドリン選手といったおなじみの人、もちろんその前のスタルシノフ選手、今もソビエトで、それぞれアイスホッケーで活躍といいますかね、コーチとか、はい、まあ、あのスタルシノフの場合はあの日本で言えば文部省っていうんですか、はい、あのモスクワ体育大学 の、 あのそういう体育部長をやっておって、あ、まあ、各地講演して歩くという今のそういう生活をしておりますね。あ、そうですか。ホッケーから縁は切れたというか、私、まあ、こうしてあのこれはソビエトが作った映像ですが、ソビエトとチェコスロバキアのこうした対抗戦にスタンドにいるリャプキン選手をポッとこうカメラが捉えるわけですから、まあ、あの彼らは日本で言えば、まあ、プロ野球のですね、はい、まあ、長嶋王だとか、そういった、まあ、有名選手の、まあ、存在に近いんじゃないかと思いますね。ソ連では、まあ、英雄的存在ですから。なるほど、はい、さて試合の方は、1ピリオド20分間ですが、今8分ぐらいを経過したところです。白のソビエト、そして赤のチェコスロバキア、第1セット同士。さてソビエトが攻め込んでいてシュート、もう一回合わせて入った、入りましたね、2番は9番クルトフ、一度シュートして跳ね返ってきて、ゴール前にステックを胸の辺りにこう置いてる、そのステックが入ったんじゃないかと思いますね。11番のラリオーノフがフェースオフをしてゴール裏もありますね、はい、それで一度シュートします。9番のクルトフが回ってここでシュートして跳ねたところをディフェンスが走ってきてシュートですね、はい、ステックでちょんと合わせたんですね。合わせてますね、あなるほど、うまい具合にゴール左からスーッと残っていて、そのままそうですね、9番のクルトフがまずこれは先取点、ソビエト1点を挙げました。
なかなかこれまでのところを見たところでは一進一退だったんですが、ここでソビエトのいい面が先に出ましたね。そうですね、初めのうちはどうしてもその体の潰し合いというか、自分のペースにどういうような形で持っていくかということで、当たりが強かったし、そのパスも早め早めに出してキープする時間があまり長くなかったですね、短かったですね。今度はもうキープするようになりましたよね。あ、なるほどね。もう体が動いて自分たちのリズムが取れたと思いますね。さあこうなってきますと、ソビエト地元、これはレーニン競技場で、地元の利もありますし、もうほぐれたでしょうね、その試合の硬さというものは。そうだと思いますね。だんだんそのキープできるようになりましたね。チェコのゾーンにパックが入っています。さあ今度はチェコが攻める番ですが、長い縦パスを送りました。しかしこれダメですね。ソビエトまた取り返します。ここは2人がかりではキーパー出ました。まだソビエト、とにかくソビエトのチェックは早いですね。あ、チェコも手伝いですね。チェコの19番サルドル、これがソビエトのチーフの、チーフの監督ですね、はい、あのレクプラシッドの頃からずっとソビエトナショナルチームを率いて、ね、長いですね。そうですね、まあ、レクプラシッドではアメリカに逆転負けして金メダルは取れませんでしたが、昨年のサラエボで見事に優勝。非常にその彼は有能なその監督ということで評価が高いですね。あ、まあ、それもその愛想結果では非常に評価が高い監督ですね。さてソビエトのゴール裏、チェコがこの辺必死にパックを取ろうとしています。チェコの22番がキャプテンのスボージル。今度は1点ソビエトの攻めですが、あっとここで引っ掛けたか、トリプルですね。あ、ホイッスルになりましたね。反則ペナルティを取られました。レフェリーは、コンポラさんですね、西ドイツのこの人、日本にも来たことがありますが、そうですね、はい、ソビエトの16番スベトロフがトリッピング、スティックでこう引っ掛けるように相手をつまずかせた、そういった反則を取られまして、2分間今のペナルティーボックスに入ります。これから2分間はソビエトの方が1人少ない状態で試合をすることになるわけですが、まあ、これをヒキンさん、パワープレーというふうに、はい、あの多い方から見て呼んでますよね。そうですね、まあ、これでチェコもなんとか1点取ってその同点に持ち込みたい、はい、守らせてもやっぱりそれっていうのは本当に上手だと思いますね。でその形を崩さないでよく、まあ、我慢するというか耐えて守ってますよね。チェコの方が今1人多い5人動ける選手、ソビエトは4人、白いユニフォームの方は4人しか動けませんが、あ、なかなか赤いチェコの方に渡しませんね。余裕を持たせないんですね。第1ピリオド今残りが10分32秒31秒、ちょうど第1ピリオドの半分です。さあチェコ1人多いわけですが、ここは得点のチャンス。ゴール前に行きますが、ソビエト帰りが早いですね。本当にフリーというか余裕を持たせないプレーが非常にその上手いですね。さあチェコはここからもう一回組み立て直しです。チェコももう少しこうスピードで攻めないとまずいですね。あ、ソビエトの場合には完全に今はもう試合当初から見ますともうスピードに乗ってしまいました、ね、乗ってますね。ニュートラルゾーンから、つまり真ん中の中央ゾーンからですね、相手ソビエト側の見えているブルーラインを越えて入ることがなかなかできませんね。もうね、見ても分かると思いますけど、画面で見てそのディフェンスが下がらないんですね、はい、もうブルーラインを一つの防御壁にして、その今でオフサイドを誘うとか、はい、先ほど言ったように余裕のあるその球を持って入ってくることなんてさせないように、よくあの高い位置で守ってるわけですね。高い位置、つまり前の方に出てきていると、はい、あまり下がりすぎないで、下がっちゃうと前が開いちゃいますから、はい、あのスピードも乗られる、そのフリーで持たれるという形がありますから、ええ、もう全部そのブルーラインの高い位置でその簡単に割らせないと、はい、中に入れさせないということで、あの守りを高め高めに置いてると思いますね。あ、ソビエト9番1点目を挙げたクルトス、この第1セットは出てきています。ソビエトの方は今1人まだ少ない状態で4人、
24番がリムズ・マカロフ。Команда Советского Союза играет в полном составе. USSR is now playing at full strength. ああ、今場内アナウンスがありましてね。これで今ペナルティが解けて1人。5人対5人になりましたね。戻りましたね、はい。はい。人数がこれで揃いました。チェコは圧倒的に有利な1人多い状態で得点することができません。形を作らせてくれないんですね、ソ連が。とにかく早め早めと言いますか、今おっしゃったその高いところにディフェンスが出ていって、はい、そしてフォワードがぐっとまたさらに前でプレッシャーをかけていきますね、はい、こちら側がチェコのゾーンですが、チェコはなかなかこうしてパックを持って前に出ることが難しくなりました。また押し戻されます。チェコのあの赤いユニフォームがですね、ゴール前にスーッとパックにこう集まってくる感じが、ね、小さくなりましたね、やはりこういうソ連っていうのは初めてじゃないかと思いますね、僕見たのは。どっかでもやっぱりシュートしてきてますね、はい、以前はやはり入るというところまで確信を持たなければシュートしない、そういうそのローリングオフェンスっていうか、はい、球を回しをした中でのシュートということだったんですけども、今はもうどんどんシュートしますね、よく当たりますしね、それがやっぱりチェコは受け身になってると思いますね。なるほどね、まあ、最初の1点の余裕といいますかね、そういったものも随分違うでしょう。気分的に潜れてきたと思いますね、はい、白い方のソビエト。チェコのゾーンで依然としてこうして試合が続くケースが多くなっています。パックがぐーっと流れました。今度はソビエトゾーン、ソビエトのディフェンスがこうして取りまして、チェコ焦りがありますかね、パックが手につかない、入ります。30番セメオノフ。パック持ってる人に対しての次に行く人が遅いんですね、チェコの場合は、はい、ですからもうそれのチェックが早いもんですから、簡単に潰されちゃうわけですね。それの場合はレシーバーになる人が ものすごい早く動いていい位置に走ってますよね、はい、ですからスムーズに球は出てくると思うんですよ。チーファン監督がベンチで指揮を取ります。こちらチェコのゴールキーパーのクラリック、32歳のベテラン、お国では公務員だそうですが、サラエボのオリンピックの時にはちょっと面白い名前のシンデル、シンデルですね、シンデルがずっとゴールを守りましたがね、あのキーパーも非常にいいキーパーだったですね、はい、さてチェコどうつなぐかがこれチェコの課題のように思いますが、攻め込んでいくのはソビエトです。13番ドロズデツキ、ソライブオリンピックで大活躍した選手。チェコの8番はカトレツ。チェコはもう投げるのが精一杯ですね、ブルネイからなんとか出そうというのが強くて、その形にならないんですね。両チームともこれ第4セットが出ておりますが、こちら側がソビエトのベンチ、13番はドロズデツキ。この人がサラエボオリンピックの時には確か全部で7試合でしたか、10点を挙げたんですよね、はい、このドロズですか、大変な大活躍をした、大柄なソビエトの選手にしては1メートル85センチですからね、大きい方ですね、はい、サラエボオリンピックの時にもソビエトはとにかく大変な得点力を示しましたからね。そうね、よくキーパー飛びましたね、はい、今ねノーマークですけども、ソビエトのチャンスでシュートがありましたがキーパー頑張っています。チェコのクラリック、このパスミスが非常に目立ちますね、はい、焦りなんでしょうね、ちょっと動きそのものが良くないだけに、ソビエトが難なくチェコのゾーンに入ってきますよね。よく球筋を読んでますよね、それのチームは、はい、それに全部引っかかってるんですね。今もパスラインに入られて
遠い位置から打ってきました、ストレート。以前はああいうシュートってないんですね。本当にこう入る確信を持つまで打たなかったんですけどね。そしてあの芸術的なパスのつなぎというのを ね、はい、ソビエトは常にこう見せてくれたわけですが、変わってたんですよね。当たるようになりましたしね。ブルーチップもすごいですよね。この小さい体で大きいチップの選手に当たっていくんですから、ディフェンス7番の笠戸の笠戸の負がこうして持ってブルーラインから入ります。残り時間が出ます。5分26秒。チェコの方は押される一方になってきました。パスが繋がったか、繋がってちょっと無理なシュート、ブルーラインですからね、はい、ニュートラルゾーンに一回パックが戻りますと、全選手が出るのを待って、それからこうしてまたブルーラインを越えていかなくてはいけません、はい、あのブルーラインでのオフサイドという予測というのはルールがあります。ここでホイッスルが鳴って、メンバーオーバーじゃないですか。あ、ペナルティーのようですね、はい、つまり交代の時に人数が一時的に多くなってしまった。そうじゃないかと思うんですね。こちらに入れというあのなんかシンボルマークがペナルティーボックスね。イズベス支配のどうやらあのマスコット人形といいますか、そういった絵のようですね、今のフェンスに描かれた、そうですね、はい、しかしここでチェコは一人少ない状態になります。25番のゴジラがチェコはペナルティーで入りました。さあソビエト一人多いゴールを、こうなりますと今日のこのソビエトの試合ぶりからするとどんどん狙うでしょう。意外とはですね、4人で守った方が入らないか、あの確率が多いですね。ああ、なるほど、やっぱりその無駄な動きもしないし、はい、パスミスを待つという程度ですから、今ペナルティーボックスにチェコは1人入っておりまして、2分間はチェコの方が1人少ない状態です。ソビエトがここでこの5人でどうパスをつないでいい形になる。キーパーのスティック、キーパークリア、ハイスティック取られました、ね、ハイスティックを取られました。肩より上にスティックを上げてはいけません、ね、チェックの選手ですね、はい、まあ、ハイスティックも軽い場合はいいんですが、これを重い反則を取られますとベンチ入りと、あのペナルティーボックス入りと ね、はい、いうことになります。今の球を弾こうとして上げたものですから、はい、こちらがソビエトのゴールはミシキン、ゴールキーパー。ソビエトの攻撃が速いんですね、このテンポがものすごく速いですね。ニュートラルゾーンから打っていきます。さあパスを回していきなりシュート、ディフェンス、ソビエト14番はビレラジノ。もう1回狙います。同じことを2回やりました。ありましたね。確かに通します。うーんってチャンスですが、これはダメ。ソビエト伸び伸びとやってますね、もう今のなんか躍進動作じゃないですかね。こうして帰りまして、チェコのバックを難なく奪いました。ソビエトまた攻め込みます。少ないソビエトの方が攻めています。チェコの22番キャプテンのスボージル、嬉しいピースですね。まあ、今の形でパスがうまく渡っていればソビエトには大きなチャンスがあるんですよね。だいぶ見ませんでしたけど、はい、それで5対5になりましたね、はい、ペナルティー立てました。25番のゴジラが出ました。大使呼ばれたね、はい、さてゴールが近いところでのフェイスオフ、ゴールをこうしてソビエト狙います。キーパーがこれキャッチしたんでしょうかね。パックがちょっとなんかこうすっぽ抜けたシュートだったんですが、はあはあ、キーパーを抑えましてホイッスルが鳴りました。もう一回こうして近いフェイスオフスポットでフェイスオフ、アイスホッケーの場合試合の開始は必ずこうしてフェイスオフです。残り時間2分42秒、第1ピリオド。このフェイスオフでその主戦になるし、その一番大事なあのポイントだと思いますよ、はい、攻撃になるか主戦になるかということですね、抑えておいてソビエトはこうしてディフェンスが上がって前に送って取りに行きます。29番レオノフ、
防戦一方のチェコ、白いユニフォームのソビエト、ジルクトフ22番、手前が13番が見えております、ドロズレツキー。なかなかチェコのゾーンからパックが出ません。いいパスライン入ってますよ。チェコの19番サルドル、ようやくパックがこうして出てきました。こうしますと、あまり笛が鳴ることが多くないですね。そうですね、やはりだって組織的にそのパス回しをしてますとね、アイシングというのがないですね。あ、もう自分が無理していかないんですね。ダメだと思えばまた戻って体勢を整えて攻撃の形を作って攻めるというようなことで、はい、日本の、チームがやるように投げてそのポジションを取ると、はい、それで交代するというようなことは彼らはしないですね。日本の場合にはどうしてもわざとアイシングをしてその選手交代というんですかね、そうですね、ありますね、はい、彼らはキープしているときはもう疲れた選手はもう交代すると、はい、いうようなことで、そういうその交代 のこともやっぱり一つの技術ですから、今のがチェコの方のベンチですか、はい、ブカチ監督、やはりサラエボの時にも監督を務めました。まあ、チェコにとってみますと宿敵ソビエトと、そうですね、いった感じがありましょうからね、非常にその他のチームと違ってやるときとかもうフレンとやるときはもう目の色変えてやるというような状態で、当たりも強いしですね、強いしその気迫が見られますよね。残り1分を切りました。第1ピリオドです。アイスホッケーは第3ピリオドまであります。ソビエトパックを取ってからスピードに乗ってうまくパスをつなぎます。チェコが攻め込まれています。残り時間まもなく30秒。このブルーラインから中になかなか入りません。入れないですよね。もうバックチェックが早いんですよね、それの、はい、ですから帰るのが早いから球持ってマグマグしてすぐ潰されちゃうということですね。だから攻撃に自存から出るときの攻撃のスピードというのはやっぱそれの方が速いですね。そうですね、はい、パックを持ってからずっと前に出ていくあの速さ、速いです、ええ一つの、それの今の特徴ぐらいだと思いますね。チェックも早いし、バックチェックも早いし、よく動いてますよね、ほとんど第1ピリオドは時間がなくなりました。右上の時計、ここでブザーが鳴ります。第1ピリオドを終わりました。ご覧のようにソビエトがクルトフの先取点1点をリードして第1ピリオドを終わっています。チェコはちょっと前途多難な感じの今の第1ピリオドです。まあ、観客席にこうしてアイスホッケー好きのモスクワ市民がたくさん詰めかけていますが、ちょうどこの日はひきぎさんね、はい、ウスチノフ国防相が亡くなった日だそうでしてね。あ、そうですか。したがってソビエトではこの試合を中継放送する予定が、まあ、なかったんだそうですけどもね。しかし随分そのウスチノフ国防省もそうだったかもしれませんが、国のお偉方からみんなアイスホッケーが好きで、そうですね、こうして競技場に足を運ぶんだそうですね。前に世界選手権見に行った時も、はい、プレジデント長が見に行きましてね、やっぱりそのアイスホッケー好きなんですね。アイスホッケーの選手というのはもう日本で言えば、プロ野球だとか、はい、そういう国民的英雄なんですね。やはり冬場はこのアイスホッケーというものが、一番大きなスポーツの中でもウエイトを占めるんでしょうね。そうですね。ソビエトの場合には国の人口は2億6000万ですが、アイスホッケーの登録選手の人数が60万人と言われてますから、これ本当はだいぶ大きな違いですね。その他にバンデっていうんですか、はい、ああいうその興味もありますしね、はい、ホッケーと似てますけども、バンディアイスホッケーという何かかなり広い、サッカーコートみたいな人数ですね、はい、で人数もこうしてアイスホッケーの場合に6人ではなくてもう少し多い人数でやるスポーツだそうですね、はい、
ですからサッカーの人たちが、まあ、スケーター履いてこの上でそのホッケーやってるような、ね、白いコートでやってますからね。そういったソビエト独特の、まあ、バンディというスポーツがありますから、そこを子供の頃あるいはやっていてそれからアイスホッケーに進むというような人も多いんでしょうね。多いですよ。ですからそのスタイルがアイスホッケーのスタイルとバンディのスタイルが違うんですね。さてサイドが変わっておりまして、今度は左から右、赤いチェコが攻め込んでいます。白がソビエトです。ソビエトが勝っています。ソビエトの25番がヤーシンです。さあ第2ピリオド でそのチェコがですね、はい、ソビエトに押しまくられた第1ピリオドと少し変わってくるかどうかですよね。まあ、今一番初めの頃はチャンスあったんですけどね、はい、あれが決められなくてまたこう押されてきてるという状態ですね。何かやはりこういった試合の流れというものは一つのきっかけが大きく左右してしまうということはあるでしょうね。そうですね。ですから今は1ピリオドとして皆さん分かるように、はい、パスミス、レシーブミスというのは非常に多いですね、チェコには。ソ連の場合はその辺はもう結構正確にと楽しみに知ってる、はい、チェックもいいし、よくやっぱり周りっていうかゲームの組み立てっていうかその周りをよく見ながらそのホッケーをしてるというのが今のソ連のいいところだと思いますね。チェコの5番ピエル・ブーヒン、1対0とソビエト。第1ピリオドに9番のクルトフが先制のゴールを挙げましてリードしています。第2ピリオドに入っています。前半戦はタイトにこう走ってますけども、はい、もうピリオドの10分過ぎますとね、やはりソ連の選手の動きが非常にその目立つんですね。こちらがチェコのゴールです。チェコソ連というゲームになりますとね、一人のそのちょっとしたその気の緩みというか、はい、おろそかなプレーがあるとそこから突き込まれてその得点になるし、そういった失点にもつながりますからね。本当にその出てる5人が30秒なり40秒なり本当に真剣にですね、ゲームに取り組まないと負け試合になりますからね。正面から狙っていきました。パックがゴールの2と、こちら側には使えませんが、さあチェコイールマンのスボーリフ、スボーリフが持って入りましたが、ここでチェコの選手が、それのゴールに入っちゃった、ね、そうですね。ソビエトの1番をつけましたゴールキーパーのミシキン、トレチャク名ゴールキーパーですね、はい、15年間ソビエトのナショナルチームのゴールを守り続けて、まあ、今年と言いますか今シーズン引退ですがね。そうですね、札幌オリンピック以来じゃないですか。そうですね、はい、あの時は19歳ということを聞いたんですけども、はい、4回のオリンピックを経験しました。トレチャクは1メートル86センチと、まあ、サラエボでも大活躍してそれで引退したわけですが、大きな選手でしたが、今の錦は非常に小柄なんですよね。トレチャクより横の身が大きいんじゃないでしょうかね。なるほどね。取ってるというか、けど本当に15年16年ですか、第一線でやるということは大変なことだと思いますね。ちょっとエキサイトしましたね。さあチェコ本当に取りました、ここにチェコの9番はディフェンスのベナクです。サラエボのオリンピックにも出ました、まだ若い22歳。相当ニュートラルゾーンから打っていきますね、これ外からのシュートです。いろいろやってるんじゃないですかね、ペースを取り戻すというか、その自分たちのペースに持っていくとには同じ形でやっちゃダメだと、はい、おそらくベンチの指示じゃないかと思うんですね。なるほど、で意表をつくというかね、はい、おそらく第1ピリオド終わったところでチェコはルカシ監督からいろいろと、まあ、指示を受けてるはずですよね。まあ、引き算も王子製紙の監督でもう何年になりますか。もう7年になります。7年ですか。7シーズンです。こういった時、まあ、王子製紙にはこういうふうな
負け試合というのはほとんどないですからでしょうけども、こういったこう劣勢の時というのはやっぱり指示難しいもんでしょうか。そうですね、やっぱり勝ちゲームよりも、負けゲームの方が、どうやって立ち直らせるかということで、はい、やっぱり困るものがありますね。ただそのゲームメーカーになれるというか、はい、そういう選手を用意しているチームがやっぱりそういう立て直しも早いし、はい、うまくいく傾向にありますね。まあ、そうすると誰か軸になる選手といいますか。そうですね、ですから、センターでありセンターフォワードであり、まあ、ディフェンスであると。ですからいかにそのいいセンターフォワードを育てるかということがやっぱり大事じゃないかと思いますね、はい、一つ の, そのゲームメーカーになりますからね、はい、ちょうど今画面ではソビエトのセンターフォワード11番のダリオン24歳ですが、チェスカ、まあ、かつて日本に昭和43年ですかやってきた時にセンセーションを巻き起こしたあの、ね、ソビエト陸軍チームですね、チェスカという、はい、そこに所属しておりますが、あの時も僕らやったんですけどもね、やはりその、はい、球に触るのが精一杯というかね、非常にその向こうはもう本当にこう洗練されたそのオリンピックに出てくる大半がほとんどナショナルチームですから、はい、本当に歯立たなかったですね。バレて終わったですよ。あ、そうバレて、はい、確かでそのチェスカが来た時の第一戦、王子製紙菊井さんがまだプレイヤーで活躍されていましたが、はい、10対3ぐらいのスコアだったと思います。9対3じゃないですかね。そうですか、はい、あ、それでこんなにね、やはり強いのかと、まあ、見るのと実際にやってみるのと温度差がありましたね。激しく揉み合ってますが、これ別で動いてます。さあチャンス、素晴らしい。あっとまた揉み合いになりました。これまたチェコのゴール前でエキサイトしました。これ必死にレフェリーのコンパさんをはじめラインが入りましたが、やはりソビエトとチェコスロバキアといいますと、いつも何か両チーム特別な気持ちでこうぶつかってきますんでね、エキサイトがしますね、特にこれチェコが今のところいい形にならないもんですから、はい、疲れてきますとね、はい、どうしてもその自分の意のままになるとそのイライラも生じてきますしね、はい、やはりそのラフプレーに走る傾向にあるんじゃないかと思いますね。あ、必要以上にやっぱり当たられるし、はい、チェックされるし、確かに見てみますとソビエトの選手が結構当たっていきますよね。当たりますよ、少し以前のソビエトのアイスホッケーというイメージと違っているような感じがありますね、だいぶ違ってきていると思いますね。だからお互いにそのカナダにしてもチェコにしてもですね、はい、スウェーデンにしてもその各国だろうっていう、だからカナダにしてもですね、それもいいところを取り入れてやってると、はい、いうことでお互いにその技を競い合ってるんじゃないかと、お互いにそういったその、まあ、アイデアですか、その戦法にしても、いろいろそう従って各チームの特徴というものもありましょうが、はい、それと同時にやはり強くなるためにはお互い相手を盗むというか、そうですね、いいところはやっぱり取ってどんどん自分のものにした方がいいと思いますし、なるほどね、はい、まあ、ソビエトの特徴というのはある程度分かりますが、チェコのアイスホッケーというのはどうでしょう。チェコはもう見ての通り体も大きいですね、はい、やはりその以前はソ連と同じその組織プレーというかパスフォーメーション的なそのプレーが非常に多かったわけですね、はい、それがもう最近はもう当たることもやりますしね、はい、そのラフプレーというかその荒くなってきてますね。あ、ですからこれはもう世界に対抗する一つの方法ということで取り入れて、まあ、それを荒いのを取り入れるんじゃなくて、当たるその激しさですね、はい、そういうものをどんどん取り入れてやってると思いますね、はい、ソ連もその当たることをやはり出てきたわけですね。あっと、今取られましたね。ラフッキングですか、引っ掛けましたかね、スティックで、はい、あ、チェコの12番です、リヒター。大したことなくてもですね、ゴルフのも一つの技術なんですこれね。ペナルティーボックスご覧のように12番のリヒターが入りました。チェコ第2ピリオド初めてのペナルティーです。ここで2分間このリヒター選手は入らなくてはいけません。ちょっと落ち着いてこう頭を冷やしながら試合を見ようというところでしょうが、チェコにはこれは大変な不利な状況になります。一方ソビエト、ここでいわゆるパワープレー、一人多いところでいかに点を取るかですね。そうですね、
だからよくまあ、おそらくよく見て、はい、引きつけといてそのシュートをせと、いうことじゃないかと思うんですけどね、さあ入っていきます。もうそれシュート多くなんじゃないですか、はい、24番のマカロフが出ています。第1セットを中心にこうして組んでいます。あっとディフェンスの7番のカサトノフが行きましたがうまくパスが合いません。もう1回ソビエト攻めを作ります。24番これがマカロフです。キープ力があります。そしてパスが渡って11番ラリオーノフ、もう1回戻して狙います。まだ1枚目は当たります。カサトノフディフェンスシュートは高く跳ね上がりました。予定して必死になってあのチェコの選手は防いでますよね。そうですね、24歳のラリオーノフ11番センターフォワードです。さあチャンスおっとシュート入りました、ね、入りました。このフェースオフ間のシュートですね、今のマカロフですが、見てみましょう、フェースオフは11番のラリオーノフですね、こうしてパックを取ってマカロフ9番手前から行きました。あ、向こうですね、チェコのセンターが足で電車に戻そうとしたのをカットしたんですね。マカロフと言ってますね、場内でね、なんかカサトノフがこうシュートしたようにもちょっと見えたんですがね。ですから先ほど言ったようにそのフェースオフというのはいかに大事かということなんですね。ソビエトこれでしかし2点目を挙げました。第2ピリオド、やはりそのチェコの先ほどの12番のリヒターのペナルティがですね、はい、こうして響いてしまったわけですね。そうですね、やっぱりその一人少ないというましてや自存でのフェースオフですから、はい、取るか取られるかでやや変わってきますから、やっぱり慎重にこう処理するべきだと思うんですけどね、はい、フェースオフはまあ本当に 2,3 秒あればそこからゴールを入れることは可能なわけですからね。そうですね、前田すぐ叩けば入るべきだとありますからね、さあソビエトに点が入りましてペナルティの選手は自動的に解けてまた人数揃っております。現在は6人対6人で試合をしております。このしかし2点目というのはちょっとチェコにとってはこれから反撃を考える上では非常に痛い失点でしたね。そうですね、まあ、それにすればもうどんどん余裕が出てきますし、自分たちも思ったプレーできるんじゃないかと思いますね。1点目は第1ピリオドに来ると、そして今の2点目が24番のマカロフが上げています。そうです、2対0。本当にこうチームとしてはくだらないペナルティというのはやっぱりマイナスになりますからね。チェコの11番はリバ、学生ですが1メートル83センチ、なかなかチェコの選手はみんな揃って大きい。あちょっとこれはスティックが顔に入りましたか、腕で叩か、手で叩いたんじゃないですかね、クロスするときにちょっとこれプレーが止まりました、はい、ソビエトの29番レオノフですね、倒れているのはヘルメットが脱げてしまいましたが、どうでしょうか、大丈夫でしょうか。唇がなんかこう切ったみたいですね。そうですね、しかしこれはペナルティーならないじゃないですか、あれ見てないか、見てなかったと思いますね。あは、あどうやら元気そうですね。しかしペナルティー取ってますね。あ見てますね、11番こちらリバです。チェコスロバキアのリバがここでまたペナルティーボックスに入りました。先ほどヒキンさん、まあ、つまらないペナルティーはとおっしゃいましたが、まあ、今のは偶然にそうなったのかもしれませんが、そうですね、それでまたまあ、それらの選手は自分たちがやられたということで、はい、まあ、カッカしなきゃいいんですけども、なるほど、まあ、冷静にね、ええ、まあ、試合を進めてゲームを進めてやってもらいたいですね。あ、まあ、得点するチャンスですからね、はい、第2ピリオドの残りが9分半と先ほど出ましたが、2分間の間はまたチェコ1人少ない状態です。ソビエトがチャンスを迎えています。いわゆるパワープレー、ここでソビエトの攻め方ですが、パワープレーでも
これから見てますと結構どんどん打っていくんですよね。ちょっとそうですよね、今形をこうして5人で作ってますが、さあ持ち込んで全部狭めてシュート、そこは決めたかったですね。それも、もう1回です。9番のクルトフがいます。そして向こう側にパックが当たります。ゴールを狙っていきます。9番の背中がクルトフ、8番がカドレツです。チェコ、チェコがこのパワープレーに対して少ない方があのキールプレーというふうに言いますが、はい、チェコの守りの方はどうでしょうか。いや、いいと思いますよ。そのパワープレーになった時の守りっていうのはですね、非常にそのボックスを崩さないでよく守ってると思いますよ。ただ5人になりますとパックを取りに行ったり、そういう穴ができちゃうんですね。で、先ほど言ったようにそれのその玉バラにはいいものですから、やっぱりその穴をそのミスですね、それを突っ込まれるというような状態で、まあ、1点目なんか特にそうだったんですけど、ゴール前にいる人をフリーさせたと、そういうやっぱりミスの少ないチームっていうのはやっぱりいいですよね。今チェコは4人で守っています。赤いユニフォーム、ソビエトの白が5人でさあどう料理しようかというところですが、シュートはゴールの右です。キーパー相当出ましたね。今出てますね。もうシュートしかないと思えばキーパーの前出てますよね。はは、相当今ミシキンとしてはあのゴールを離れて思い切って出た、はい、それが良かったと思いますよ。あ、まあ、後ろからもあの帰ってきてましてフリーにシュートさせませんでしたからね、的確なシュートはいかなかったと思います。あ、まあ、どうしてもあの攻める方に目が奪われがちですが、はい、あの守りもソビエトはね、なかなかこうしっかりしたもの持ってますね。いいですね、よく洗練されてますね。あ、ソビエトのゴールキーパーはこのイズベスチア杯では、3試合過去試合をしておりますが、西ドイツ、フィンランド、スウェーデンと試合をしまして合計で24点挙げて失点わずかに1です。素晴らしい防御率ですね。そうですね、この今見えているゴールキーパーのミシキ、フィンランド戦で1点を失っただけ。ソビエトは3戦全勝でこの決勝に進んでいます。一方のチェコの方は2勝1敗。スウェーデンと2勝1敗でフィンランドには負けております。場内アナウンスがありました。選手がペナルティが解けまして、リバが出てきました。これでチェコも人数揃ったわけです。のチェコがこの後どういった攻めを見せるか。ゴール前、もう一回後ろから狙っていきますがニュートラルゾーンに出ました。しかしパックはソビエト、放り込んで追いかけて、今もあれですね、チェコの不意なパスですよね。ちょっとチェコの方が、まあ、他のチームを相手にするときですとチェコもいい形で試合ができるんでしょうが、はい、今日のこのソビエトに対してはですね、なかなか対策をさせてもらえないような。そうですね、相撲で言えばもう本当に相撲再生、横綱相撲というような感じで、はい、まあ、これもですね、本当に何かのきっかけというものが大きく違うんでしょうかね。練習ゲームなんかよくやってますしね、お互いに知り尽くしてるわけですね、これ、はい、ですからもう本当同じことをやったって勝てないと。ただチェコは何をやるかということもね、やはりコーチは言ってるんじゃないかと思います。ただそれをさせてくれないんですね。なるほど、それが、はい、チェコはキャプテン22番スボージルが出ておりますが、これはメンバー変えるんでしょうか。とにかく22人の選手がいますが、ゴールキーパー要員として2人、残り20人は、フォワードとディフェンスで4セットになってますから、5人ずつ5人ずつ交代して順繰りに使っていくわけです。25番のヨジラが出てきました。チェコです。これはラインズマンがベンチに入っちゃいましたね。場内がずっと沸いてますが珍しいケースです。珍しいですね、今のは何でしょうか。パッと逃げたんでしょうかね。当たりにしたらフェースに乗っかろうとしたんじゃないですかね。あ、
っとキーパーここまで出ました。錦織ちょっと頭が疲れましたかね。お腹ですかね。お腹にあるいはスティックが入ったんですね、うん、それにしても今の錦織もよく出ますね。もうやっぱりキーパーというのはこのシュートしかないと思えばやっぱり出てくるべきだと思いますね、はい、相手のシュートを打つ角度をこう、はい、狭くしてやる、はい、ポジションだけですからね。ポジションの取り方というのは本当にあの取り着というのはやっぱり上手だったと思いますね。かつての、はい、去年までのソビエトの方法ですね。そうですね。チェコのパックを持っています。20番がララ。やはりサラエボにも出場した選手、なかなかのポイントゲッターのララ20番。しかしそのララを今のところうまく活かしてませんね。試合はだからもうソ連はチェコの誰をマークするべきなのかというその核になる人間をもう徹底的にその潰してるわけですね。したがってソ連の方が相手を読みながら、はい、冷静に試合を進めているということが言えるかもしれません。ペナルティーがありましたね。分かりました。ここでコンポラ、レフェリー西ドイツの人ですが、ペナルティーを取りまして13番が見えましたね。ハイステックのジェスチャーしてますね。そうですかね、両手をこう上に上げるジェスチャーを見せました。ドローズ・デスキー、ノミル13、ドローズ・デスキー。この怒った顔でここに入ってなさいと2分間の間ペナルティーボックス入りです。さあソビエトのペナルティー、ここはチェコとしては生かすべきでしょうね。そうですね。ただ我々もそういった経験あるんですけども、やはりその5人だからということでみんなが入っちゃうとですね、その4人で守ってる方のそのボックスが崩れなくて、そのみんなが入っちゃうから逆襲食らうということもやっぱり考えなきゃいけないんで、ディフェンスはよっぽど気をつけなきゃいけないと思いますね。なるほどね、はい、もう投げるっていうだけですからね、4人の方は、はい、それに飛びついて走る人間が中に出てきた場合には困りますから、はい、あ4人の方はもう思い切って自分のところに来たパックは相手に押し返していいわけですよね。そうです、もう投げていいんです、それでまた体勢整えればいいことなので、はい、まあ、アイスホッケーには真ん中の赤いセンターラインから先のブルーラインを越えてゴールラインまで行ったのを相手ディフェンスが触ればアイシングというルールがあるわけですが、はい、そのアイシングが人数が1人こう違っている状態ではありませんので、ね、少なければないですから、少ない方から出たパックが相手ゴールに流れてもアイシングにはなりません、はい、したがって少ない方はどんどんパックを押し返します。ここでまたパスミスだとか、はい、そういう、それの選手はそういうの上手ですから、少ないのが白いソビエト、赤いチェコの方が今多い人数、1人多い人数ですが、パックはもうあれですね、ソ連がキープしてるんですね。そうですね、ちょっとチェコ攻めあぐんでいます。これなんとか攻めたいチェコ、中に入れないんですね。もうちょっとスピードつけていかなきゃいけないと思いますね。さあこれスピード乗れるか、ニュートラルゾーンか、今ソ連ゾーンに入りました。そしてディフェンスに対してなんか繋がっている。さあどうチャンスを見ますか。もう一回ディフェンスに返す。ちょっと打てませんね。これの守りもいいですよ、これ。さあ持って入って。ああ自分で。んとここはちょっとまたエキサイト。キーパーが抑えたのにその、ステップをつけるなということを言ってるんじゃないですかね。そうですね。ソビエトの7番はディフェンスのカサートノフです。そして24番がマカロフ。マカロフが今日は2点目を挙げております。さて有利な状況で1人多いチェコスロバキア、まあ、ここは相手ゾーンですから、はい、チェコもパックを取りましてそのチャンスを作りたいですね、まあ、それはもう絶対そのパックを取られないで自分のボールを取っちゃうと、はい、ということで、ここはうまく攻めたいチェコ。あっとソビエトまた欲しいってですね、これはもうチェコがフェースオフ取らなきゃいけないですね。そうですね、はい、キキンさんは現役時代このフェースオフ取るのは上手かったですね。フェース出たんじゃないかと思います。いやいやまあ一つ単独で取るという部分もあるかもしれませんがね。やっぱり大事だと思いますよね、
チャンスですが、マークに合いました。もう一回。まあ、ダメ。いい形になりかけましたかね。そうですね。あ、ラウディア始まりましたが。相当にやはりチェコの苛立ちがこれプレーに。そうですね。エキセットしてきましたね。出てきましたね。しかし割合簡単に引っ込みました。11番リバー。ゴールキーパー今日はね、転がりのミシンがなかなか多くなってますが、非常に出来いいんじゃないですかね。ああ、いわゆるこれをまあゴールキーパーの場合に当たっていると。はいはい、そうです、なかなか活躍のこのソビエトのミシキン。さて、人数がここでまた5人対5人で揃ったようですね。チェコがパックを持っています。なんとか得点につなげたいチェコ。こちらがソビエトゴール。逆にソビエトは逆襲したいところです。16番のスベトロフ、そして30番スメオノフのフォワードウィング、押し返します。チェコのパックを持っています。ドラゾーンかなかなか相手の方向に進めません。一旦これ返します。返して、あ、ミスだった。ヤーシン、ソビエト、うまいですね。スイスイスイできましたね。ここでこうシュートをして、あのパスをしていたんですね、はい、そして自分でこうして持っていきますね、このデニスの体を抑えるべきなんですね。ここでスティックを出しちゃったんですね。一人来てこれをキープしますね。For the USSR, Sergei Yashin, number 25. これは素晴らしい個人技を見せました、ヤーシン。ソビエトの25番。いかがですか、今のプレーは。なんとも言えないですね。もうこれペナルティ解けたすぐ後ですからね、はい、やっぱりある程度のその安心感もですね、チェックにすれば人数揃ってほっとしたっていう。そうですね。ですかね。5対4も入らないし、はい、ほっとまあ気が抜ける瞬間っていうのはあるんでしょうね。ありますね。当たってみようと。そうですね。ここでまたレフェリーのコントラさんがこうしてオフィシャル席に行きました。3番が入ります。ドロズデツキーはさっきも入りましたが、2つ目ですね。時間が置かないでまた入りました。さあ、またチェコにとってはチャンス。クロスチェッキングのペナルティーです。残り時間が2分6秒ほどですから、もうこの第2ピリオドほとんど終わりまで2分間、ドロズデツキーは入ったままになります。その間チェコ有利。さあ、攻めないチェコ、シュート。19番のサルドル、22番見えているのがスボージル。こちら側ディフェンスが7番ボージェクがいます。そのボージェク、ちょっとミス。19番サルドル、もう一回ボージェル、シュート。キーパースティックをちょっと上げて、入りましたが、ホイッスルですね。笛が鳴って、ハイスティックですね、今の動作。ハイスティック。惜しいですね。これラーラがしきりに抗議をしています。そしてキャプテンの22番のスボージュも行きましたが、叩く前にもホイッスルになってますね。今確かにパックはねゴールに打ってますが、はいはい、その前にホイッスル、はい、ハイスティックを取ったわけですが、こうして説明に行きます。惜しいチャンスですね、チェコにとっては。これ貴重な1点ですからね。これ会場がモスクワのレーニン競技場ですが、今場内に説明しますね。ノーゴールということを言って、ホイッスルの後でパックが入ったと言ってますね、はい、ノーゴールです。今のもう一回見てみましょう。7番のボージェクが行って、こうして出して、ここで19番のサルドルですね。ゴール近くにララがいますが、デニスがシュートするんですね、はい、デニスがフォワードに当たったやつを、
6番ですかね。そうですね、スティックは6番がキーパーの上に上がったパックを叩こうとして、そうですね、スティックを上げましたですね、はい、まあ、せっかくの今アサルドルのシュートがですね、したがってチェコは1点を逃してしまったわけですが、そうですね、ですからこれが入るとその息も上がりますしね、はい、やっぱり面白くなってくると思ったんですけどね、チェコにとっては誠に惜しい今の場面でした。残り時間が1分19秒と出ました。第2ピリオドです。現在ソビエトが3対0とリードしております。クルトフ、マカロフ、そして先ほどの見事な個人技を見せたヤーシン、この3点ソビエト、チェコが今の1点を挙げることができず、残り1分という場内アナウンス。まだしかし状況はチェコの方が人数揃っていて、ソビエトが1人少ない状態です。ソビエト13番のドロズデツキーがクロスチッキングのペナルティで入っております。チェコが取って、さあどうやって入るか、あ、2人いましたが1人のソビエトに取られてしまいますね。第2ピリオド残り時間はほとんどなくなりました。いわゆるパワープレーを攻めあぐむチェコ、ここでブザーが鳴りました。第2ピリオドを終了しまして、チェコは惜しい得点のチャンスを逃しました。依然3対0でソビエトがリードしております。モスクワのレーニン競技場で行われております18回目のイズベスチア杯国際アイスホッケー最終日のソビエトとチェコの対抗戦ですが、解説は王子製紙の監督の引井隆夫さんにお願いします。引井さんね、はい、ここまで見たところで意外な差がこう出てきましたですね。そうですね、やっぱり見てわかるように、やはり正確なパスワークだとか、はい、その組織プレーにおいて1枚やっぱりそれの方が上じゃないかと思います。あ、まあ、スピードもやっぱり違ってきてますしね、やっぱりこれからの3ピリオドを迎えにあたって、まあ、今の形じゃチェコも難しいと思いますし、ですから、まあ、奇策といいますか、もう少しその球離れを早くする、はい、シュートをもう少し早く多く打つというような形を取っていかないと今のソ連の形は破れないんじゃないかと思います、ね、なるほどね、そのあたりをこの映っている赤いユニフォームのチェコスロバキアですが、ブカチ監督、それからネベシュルイコーチ、どういうふうに指示をしたか、いよいよこれから第3ピリオドに入るわけですが、もうソビエトの方はすっかり余裕ができましたんでね、もう本当に今のペース十分だと思います。ただ3ピリになりますとお互いにどうしても疲れが出てきますしね、はい、やっぱりその早く離さないで持ちすぎちゃうと今度潰されますし、やっぱり疲れが溜まってくるとやっぱりイライラも生じてきますしね、そのエキサイトする場面も多くなってくるんじゃないかと思います。なるほどね、さあ第3ピリオド始まりました。チェコスロバキアにとってみるとこれ、まあ、次第にスタミナということが気になってくるところですよね、もうそれもスピードが遅ませんからね、まずこうして左から右白いソビエトの方が攻めています。5カ国に参加しましたこの大会、ソビエト、チェコ、フィンランド、スウェーデン、そして西ドイツ、この試合ソビエトとチェコスロバキア勝った方が優勝という。第3ピリオド現在まで3対0とソビエトリードです。とにかくそのシュート打った後っていうのは早いですね、球に対して飛びつきが、はい、この K のマークが胸に見えますがカピタン、ロシアのですね、キャプテンですね、ソビエトのキャプテンは2番のフェチソフ選手。こちらチェコの方はですね、だんだんと監督の表情も厳しくなってきましたね。やっぱり気持ち分かりますよね。そうです、まあ、もうどうにもならないんですよね。同じ監督として引井さんも、まあ、そうたびたびではありませんが、小路選手の場合にはよく経験されることでしょうからね。やっぱりね、勝ちゲームでもですね、やっぱり内容的に悪ければやっぱり今みたいな状態になると思いますよ。やっぱり我々もイライラしますしね、得点は取れるんだけども、その内容的に良くなければやっぱりその満足できない面もやっぱりありますよね。こちらがその勝ちゲームを今進めているソビエトチーホノフ監督です。
ス見ても無表情ですね。本当ですね。さあ第3ピリオドの展開がどうなりますか。チェコ、ああちょっとまた今レシーブミス。球流れてから走るというケースになってきてるんですね。ははですから村井に走るんじゃなくて流れてきたから走るというケースが今のチェコに見受けられる形ですね。まあ、もらう方がそうですし、それからそうしますとパスを出す方もですね、まあ、苦し紛れに出すようなケースが、そうです。ですから先ほど言ったように早めに離すということが今のソ連がですね、やってるように早めにポッと離してそれで打つという形の方がいいと思いますね。いいパスがソ連は楽々と渡ってますね。ソビエトが攻め込んでいます。チェコのゾーン、あ、ホイスはありません。チェコパックを取って長いパス、ブルーラインも入って形を作りたいところ。あ、ちょっとチェコはドーンと当たっていきましたが、これから厳しく当たるかもしれないチェコですね。季節するんじゃないですかね。チェコディフェンスの14番ベレラジノフ、ソビエトのディフェンスベレラジノフです。ソビエトが相手のマークをかわしてこうして入ります。ゴールに殺到してチャンス、シャニムに入っちゃうんですね、ゴール前に。そうですね、逆にチェコの方は入らせてしまっているわけですよね。追いついていかないんですね、スピードには。スピードの差はかなりありますね。ソビエトはオリンピック優勝6回、世界選手権も現在はもうカナダの優勝回数を抜いて最高の19回世界選手権優勝というこちら側ソビエト、まあ、一方のチェコスロバキアも世界選手権で5回優勝、オリンピックではまだ金はありませんが銀メダル、サラエボも含めて4回、まあ、ソ連と、まあ、チェコの差がだんだん開いてきてますよね。あ、そうですか。ソビエトは層の厚さは先ほど選手の登録人数が60万というふうにご紹介しましたが、あのちびっこといいますか子供だけのリーグでも300万人いるそうですからね。もう本当に多いですよ。今年モスクワに合宿行った時にですね、はい、まあ、本当にそのやってるスタイルそのものを切ってるつけてるものはもう古いこの道具なんですけども、ほうほう、技術のものはですね、もう日本の子供より上手ですね。本当にいい環境で練習やっておりますよ。ああ、そうですか。はい、うん、リンクの数とかそういったものはソビエトはたくさんあるんで。ありますね、あのクラブ組織やってますから。だからやっぱりそういうそのいい選手が出てくるし、まあ、小さい時から の, そのハングリーというか、いい道具をつける、いいものをつけたい、あの持ちたいということになれば、もうホッケー一生懸命やってそのナショナルチームにいかに入るかということですね。ですからいい選手もどん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 その技を競い合って出てくるものですから、やっぱりこれだけのチームのメンバーというのはいい選手がやっぱり整うわけですね、これ。なるほどね。11番ラリオーノフが出ています。ゴール前に入ってくるそのプレイヤーを抑えるべき人が抑えてないんですね。あ、なるほどね。これが4点目になります、ソビエト。先ほどもこのラリオーノフのセットで第1セットですね、フェースオフからの、ますが、そのミスですよね。はい、これディフェンスの7番のカサットですね。これディフェンスからの思い切ってソビエト見てますと打ってきます。今の場合にも向こう側のディフェンス、スペースですね。バックシュートなんですね、これ。入れようでないんですよね、ゴール前に集めようだけなんですよ、はい、それが今 の, あの11番叩く後ろで21番ですか、チェコのマークしてますがね、これがもう甘いんですね、マークが。21番ファシェクが行きましたが、そのマークをなんていうことなくね、背中にいても感じない風にこうフッと入れてしまいますね。そうですね、フェースオフからの後なんですね、同じトリメント時でフェースオフやってましたからね、はい、ソビエトは2番のフェイチソフのアシストで11番のラリオーノフが4点目をマーク、まあ、試合はとにかく一方的になってしまいました。もうちょっと姿勢一方ですね、ソビエトはこうしてこんな長いパスを通りますもんね、簡単に取っちゃうんですよ。我々じゃ考えられないところでよく取るなと思いますけどね。やっぱりこれも訓練だし、
本当に訓練だと思いますね。キャプテンのベッツから長いこうしてパス、2つでこうして持って入ってしまってゴールにすぐ近づきますからね。何かその辺のペースにかき回されて、最初からそういった感じはあったんですが、チェコがあのタックにタックに集まってしまいますね。そうですね、球取りもやっぱりその力強いですよね、スウェーデンの選手は。足腰がしっかりして、先ほど俺も見て分かるように転びそうで転ばない、よくキープしてますよね。そうですね、チェコは触るのが精一杯。まだブルーラインから出していません。取れた。あ、返して。ああ、ね、25番ですね。スティックを肩から上にこう上げてしまいました。今のホイッスルでプレーが止まって、ここで両チームとも選手を交代させます。めちゃ顔なんかあどけないんですけどね。ですね。やることは本当にもう集中ですよね。今の25番が先ほど点を挙げたヤーシンですね。ソビエトは今度22番ジュクト、20歳の選手ですよ、この22番ね。あれ、シゲをつけてるんですね。1m90cm、チェスカの選手ですよね。いいですね。まあ、比較的チェコに比べますと小さいソビエトの中では目立ちますね。そうですね、まあ、日本人であればね、はい、大きいとその動きがどうしてもこう鈍いと、はい、外人の場合大きくとも動きは変わらないんですよね。今ちょっとベンチに帰りましたのは13番のドロズデツキーです。ちょっと節のあたりを押さえていました。ステップが残ってるんですね。フェースが、5番のバクローシがディフェンスの選手ですが、チェコはずっと持って入りました。そして20番ダラ。チェコがこうしてソビエトのゴール前に行く回数が本当に少なくなっています。自尊ではもう2人いってますよね、それの選手は球に対して。で、必ずもうその球を取ってるんですね。見てますと、ソビエトの選手はいわゆるルックアップということをよく言いますよね、はい、状況を非常によく顔を上げて見てますよね。本当によく見てゲームを進めてます。はい、今のホイッスルはありません。ペナルティはありません。ハンドパスじゃないですかね。手でパックを扱ってしまいましたね。相手に苦手に渡してますね。はい、ハンドパスで、これは別にペナルティということではありません。軽い反則です。ですから交代だとか、はい、もう攻められてどうしようもない、動けない時はもうそういう故意的に、ね、ハンドパスしてホイッスル取るということもやっぱりやりますけどね、はい、あ、なるほどね、はい。まあ、こうなればソビエト思いのままにいるもう十分にやってるような状態ですね。はい、今出てきているのがソビエトの第4セットです。ワルナコフ、スコルツ、ブイクという比較的ここは若い世界ですね。いいですね。さあチェコのパックを取って、これカウンセル、スッとああいう風にソビエト今みたくね、下がらないで、はい、そのパスラインに入る、あの辺がやっぱりチェコが攻め合うのが一つの原因じゃないかと思いますね。こうしてチェックして、2人がかりで当たって、もう取っちゃうと思いましたね、うん。さあもう1回チェコ、ちょっとパスも乱暴になってきました。あー、また取られます。パックはソビエトキープ。2人がかりのマークの間を抜けようと。あれはもうベンスはもうあれじゃないですか、パスすると思って開いてたんですね。もうサイド走ってきたから、ええ、一つのそういうフレントプレーでしょう。27番がウイコ、ちょっとエキサイトまたしてきましたかね。チェコの18番見えたのがルスナクテ、25歳の学生でなかなか大きい選手ですが、サラエボオリンピックにも出ていた選手。ちょっと試合の流れは一方的ですが、こうなるとヒキンさん、ソビエトの素晴らしいプレーですね。逆にそれがまあ目立ちますので、そうですね、このところを一つまた解説をしてもらいたいと思うんですがね。やっぱりその正確な、その細いパスにしてもですね、大きいパスにしても本当に正確によく見て渡してますよね。正確さ、
一人受けるその次の人がですね、その受けた人がどこに出すか、もう走って2番手のその動きも早いんですね。ですからチェコはそれについていけないんですね、今のところは。向こうパスライン踏んでるわけです。これはキーパーの正面でしたが、ディフェンスがとにかくソビエトはもう思い切って元からでも打っていきます。そうですね、やっぱりシュートを打つ時はその相手のパラエルを壊すことなんで、はい、どんどんそのシュートを打ってパラエルを壊すというかペースを崩して自分たちのペースにすると、それでその的確にシュートでそのゴールをやるというような形で本当によく洗練されてますよね。狙ってエキサイトしてますね。あ、ちょっとこう揉み合ってる、チェコの11番リバ、先ほどもペナルティを取られたリバですが、あ、このジェスチャーはスラッシングですかね。ソ連ですか、ソビエトチームですね。ソビエトが取られましたね、はい、30番ですね、セミョーノフ。危険なプレーですね、スラッシング、はい、あのステックで叩くという、はい、さあチェコにとってはチャンス。第3ピリオドが始まってまだ数分経ったところですが、ソビエトのペナルティの数はこの試合これが4つ目になります。一方のチェコの方はこれまで3つ。ここが一番チャンスだと思いますね、チェコは。はい、こういった試合展開になりますと、もうチェコとしてはこの4点をひっくり返すことはもうまず無理というふうにね、はい、考えられますから、1点でもね、取りたいという気持ちだと思いますね、はい。あーっとミスがありました。これもう持ちすぎなんですよね、先ほどおっしゃった話ですね、さあもう一回取り返してブルーラインから入ってシュート、うまくいきません。また止められない。どんどん流しちゃいますね。そうですね。ですから受ける体勢になるのが遅いのかね。パス出すのが遅いのか。その辺なんですけどね。ですからもう少しそのキープしてて遅めに出す時と、その早く出しちゃって飛びつかせるという形。取るかですね、はい、その辺もチェコが今ちょっとこうチグハグになってると思いますね。マクローシュディフェンス、落としてディフェンスから前へ出していって7番ボージェク、ブルーラインを越したところでここからの攻めができません、入っていけないですね。ですから今掘り込もうとしておそらく投げたと思うんですよ。次は味方のお尻に当たって今あの敵に捉えたということですね。さあもう一回です、シュートですね。あ、トンブリの体勢からニュートラルゾーンから中央ゾーンからシュートをしてしまいます。これ本当にあのとても人数の差があるというふうに思えないような ね、 動いている選手はソビエトの方は4人で、5人動いているチェコが入れませんからね。ですけどディフェンスも下がらないで高めで抑えている。だから今みたいなシュートで放り込んでそれで自分が取りに行くという形しかないと思うんですよね。なるほどね、はは。さあ今度はゴール近いところでどう攻めるかです。あーっとこれもソビエト、バックはソビエト、逆にソビエトはチャンスを迎える。でも攻めちゃうんですからね。そうですね。いいんですよね。さあシュートが入りました。シュートを狙う。команда Советского Союза играет в полном составе. 取られてしまいましたね。2分間のペナルティーボックス入りのセミョノフがもう出てきてしまいました。これでまた人数揃ってしまいました。チェコはまたこの4回目のパワープレーのチャンスも生かせません。これ痛いですよね。4回で2つはやっぱり取らなきゃいけないですね。はい。そう、それは国賓のいいこのパスと、いいタイミングで入りましたけどね。いいキーパスですね。おっ
こと。あ、チェコ焦ってきましたね。これ相当荒っぽくなってきました動き。ソビエトの12番がディフェンスのスタリコフです。このスタリコフもサラエボの代表選手でした。まあ、現在は新しいチームで半数まではいきませんがナショナルチームが入れ替わっている両方のチームです。チェコのチームこれ結構若いんじゃないですかね。そうですね、今度の今年の世界選手権ですか。はい、チェコで4月にありますよね、はい、A グループの世界選手権。これだけやっぱりその、まあ、パスワークっていうのはメダルを打ってるというのは見たことないですよね。そうですね、まあ、チェコが悪いのかソ連がいいのかね、わかりませんけども、やっぱり全体的にやっぱりソ連のペースでずっと続いてるということですね。そうですね、ムードは依然として変わりませんからね、やっぱりその勝ってる余裕なんですよね。まあ、初めにもご紹介しましたが練習試合を3回12月に入ってからやりまして1勝1敗1引き分け、まあ、その対戦成績から見るともう少しいい試合になるかなという気もしたんですがね。まあ、練習試合そのものはですね、はい、やはりお互いにそのチームの出来具合、はい、そういう状そういったその状態を見るためにやるんで、なんていうんですかね、正式にそのベストでやれるという状態ではやらないと思いますよ、お互いにその探り合いをやるんだろうと思いますしね。珍しくチェコがこうしてちょっかいを出してパックを取り返しましたが、その後してはつながりません。もう一回チェコパックを取って、画面に映ってくるチェコの選手が少ないですよね。そうですよね、単発になってるんですね。はは、シュートしてもその次に行くフォローがないんですね。キャプテン21番サボージル、後ろから14番が抑えました。ソビエトの14番はベレラジノス。あ、張ってきましたよだんだんと激しくなってきました。まあ、チェコのイライラはよくわかりますね。しかしこの試合見てますと、まあ、我々もやっててわかるんですけどね、もう本当に1点でも欲しいということになればもうシャニムにそのゴールに向かいますからね。やっぱりその相手もゴールに入れさせないようにやっぱり防御をしますし、お互いにそのぶつかり合いが出てくるわけですね。1人スティックに落ちたままです。チェコの選手は今交代してベンチに帰るのが映りましたが、一回一回のプレーでどっと疲れが出てくるでしょうね。もう動きはもうほとんどもう差をついてきましたからね。今も4人がパックに集まりました。ちょっともう自分たちのプレーを見失っている感じがそうですね、パックを今キープしているのはチェコですが、2人がかりのマーク。だって見ても分かるようにですね、やっぱりそのみんながこう動きが違うんですね。動いててもやっぱり動きが違うから、やっぱりそのいい位置に入っちゃうしね、パスが通るわけですね。ソビエトは13番のドロズデツキー、29番レオノフ、22番ジルクトフというフォワードが出ております。22番のジルクトフ、レオノフ、レオノフに入ります。そしてゴール前、いいスライディングですね。はい、さあまだしかしパックをつなぎます。ソビエト、チャンスを迎えるか。あっと入りました。一瞬の隙をついたんですね、これゴールが。まさか来ると思わなかったんですか、キーパーも、裏回ると思ったんですよね。はい、今のシーンです。スローで見てみましょう。ゴール裏回ったやつに飛び散ったんですね、5番が来ると思わなかったですね、キーパーも。そうなんですね、流れてから行ってもやっぱり遅かったですよね。はい、レオノフ29番最後は決めましたが、アシストがゴール裏回ったドロズレツキー、13番のアシストによっての5点目です。これも勝負あったですね、完全に。そうですね、それにやっぱりその相手のそのミスっていうか、その隙を逃さないでやっぱりこう畳みかけるようなね、
攻撃をもっぷりもっとしてますね。残り時間ももう5分という段階になりました。第3ピリオド、最終ピリオドです。相手にすれば嫌でしょうね、こういうチームってやるのは。まあしかし、ヒキンさんの率いる王子製紙も日本リーグでは今シーズン4連覇ですしね、はい、それからまあ13日から始まります全日本のアイスホッケー選手権でも、もし当然優勝を狙っているわけですが、はい、すれば3年連続2冠王という形になるんですが、そうですね、ぜひ、ね、いい試合やりたいと思います。しかしこういったちょうど今見ているソビエトの、まあ、ちょっと小憎らしいようなね、それをまあ日本の国内では王子製紙が一歩リードしてそういったプレーをやるんじゃないですか。これ見ても分かるようにやっぱりその一人のプレイヤーもサボってないというかその遊んでないんですね。なるほど、ですからあのチェコなんかも一生懸命やってると思うんですけども、それ以上にそのソ連の選手はですね、自分の任務というか仕事を一生懸命やってるということですね、これ、ですからそれあのチェコはもう自分たち の, そのホッケーはできないでおそらくこの試合終わったと思いますよ。もうなんとなく時間が過ぎちゃったということでですね、ですから自分に対してやっぱり腹立たしい面があるんじゃないですかね今も。なるほどね、ソビエト9番クルトフ先制の1点を今日挙げました。今日はソビエトはクルトフ、マカロフ、ヤーシン、ラリオノフ、リオノフ、この5人がそれぞれ1点ずつ挙げてますが、第1セットでソビエトは3点を取ってますね。やはり全部あのサラエボオリンピックの主力であった第1セットというのはさすがの力を持ってますね。そうですね。それもそんなにあの年取った人はいないんですけどね、若手である程度固めというような感じがしましたね、はい、新旧交代の時期そうですね、次のカルガリのオリンピックの、まあ、チーム構成になってるんじゃないかと思いますけど ね、まあ、残り時間3分と出ました。これが早いんですよね今の。まあこのシフォノフ監督ソビエトはですね、はい、各チームとも、まあ、このイズベス試合ではなんとか勝てるかもしれないけれども、はい、終わって次のプラハ世界選手権に向けては各チームとも努力して強いチームを作ってくるだろうということを初めから言ってましたよね、まあ、それは一つにはですね、はい、やっぱり自分たちのチームに対する戒めというか、はい、そのより以上の、技術の向上ということの、まあ、目標に置く一つのスローガンとしては考えられることだと思いますね。もう一つはやっぱり各チームともやっぱり世界最強 の, そのチームソ連のチーム の, そのチームの今の仕上がり具合、選手の技術の具合、そういったその一つの目安としてそのこの大会を見てるという考え方を持ってるんじゃないかと思いますね、はい、まあ、チーフの監督はレイクプラシッドオリンピックであの5年前にアメリカに敗れて、その後トレーニング方法も変えて、はい、とにかくパワーアップということを図ってきたと、はい、いうことを言ってますが、この試合見てもそれがもう本当にはっきり出てますね。サラエボを経てさらにまたたくましくなってきたという、よくまあ60分通して走ってますよね、激しいプレーですが、あ、ペナルティーですね、取りましたね、レフェリーのコンポロさん、まあ、こういうその危ないプレーっていうのはどんどんペナルティーを取らないと、ゲームの中で今度荒れますからね、内容的に面白くなくなっていいゲームにならないから、はい、やっぱりレフェリーもやっぱりこういった面ではどんどん取る必要があるんじゃないかと思いますね。ご覧のように試合が第3ピリオドもう残り2分台ですが、5対0とソビエト大きくリードしています。ペナルティーで今14番ですね、入りましたね、はい、ハイスティックで取るんですね、ハイスティックで14番のベレラジノフがペナルティーボックスに入りました。チェコこれが5回目のパワープレーということになります。なんとか1点欲しいチェコです、そうですね、残り時間少ないですからここで1点取って1は向きたいという、どんどんしようと思いますよ。ほとんどもう試合の残り時間が2分あと8秒ですから、その間
ゲレラジノフは出てこれないわけですからね、もう。そうですね。До окончания матча осталось 2 минуты. 思い切って攻めたい赤のチェコ。だからもうそれはここでも深追いしないで、まあ球をチェックしては投げる。もう点数もいらないですからね、もうここでは。まあ2分をどうやって過ごすかですから。ここでまたホイッスルで動きが止まります。あ、ペナルティどうやら？対応ですね。今のジェスチャーを見ますと、両方ですね。みたいですね。両手でやってましたから。スラッシングですね、今のジェスチャー、はい、スティックを使って危険なプレーをしたということで、この10番チェコスロバキアローソルが入りましたが、そうしますとソビエトの方ももう一人、あ、これですね、何番ザウドラセンピアリカプロスカーブジャルペテルロッソルの10位チェコスロバキアザバスのグローブサポポニティクリュシカネ2ミノティウダリスティスティクロフ今ローソルの方が入って Петр Росса, номер 10, Чехословакия, 2 минут пенальти for slashing. Сергей Светлов, номер 16, USSR, 2 минут пенальти. Субетов 入ってますね。4対3になりますね。そうですね、そうですね。ソビエトは16番って今言いましたね。スベトロフがハイスティックで入って、チェコはスラッシングで10番のローソルが入ってますから、ソビエトが2人入って、チェコが1人入って。キーパー抜けして4対3になりますね。そうですね。はい、あリンクがちょっとこう広く見える感じで、ソビエトは選手が白い方が3人、赤のチェコが4人、おーシュートを狙っていきます、あっと生また始まった、これエキセイトしましたね、これは大変な触りになった、場内大歓声、芸人競技場まだ続きます、これは極難ですねうーん荒れてきました、残り時間はもう2分を切っておりますが、ソビエト、チェコ、対抗戦、あーと、またこれどうやら2人上がりますかね、今のジェスチャーは、あーこのジェスチャーですね、両方、喧嘩両成敗というところでしょうか、あー笑って何か言ってますね、22番のソビエトのキャプテンの、はい、キャプテンじゃありません、ジルクトフですね、俺かと言ってるんじゃないですかね、あなるほど、あこれオフィシャルのあの役員も左が2人見えてますが、混乱してきそうなペナルティーボックス、今、まあ、アイスホッケーの場合にはですね、はい、2人はリンクからこうかけてもいいんですが、それ以上ペナルティーを取られても、はい、あのプレーをする選手の数はもう減らさない、ね、3人以下にはならないですね、ベンチペナルティーボックスには何人でも入れますね、はい、また場内アナウンスで説明がありますが、誰がどうやったのかよく分かりませんでしたが11番のリーバー、ソビエトはキャプテンが入りましたね、2番のフェーチソフ、そしてソビエトこれで3人14番16番2番と見えます、もう時間もありませんからね、もう終わりまで3人でやるわけですね、あそうですね、チェコの方がローソルとリバーと10番と1番2人入っています、まあなんともペナルティーボックスが賑やかになって両チーム3人対3人で今度は表情で動ける選手、まあ、今までのそのソレンチオチームのイメージとはもう全然違いますね、はい、そうですね、本当にこういったそのフレッチのしない本当にクールなその団体だったり、はい、チームだというようなことで僕は見てましたしね、何かちょっと本当今日はイメージを変えて、そうですね、びっくりしましたね、あ残り時間もう50秒切りました、26秒、3人対3人で動いています、去年のその今のパスワークなんかもよく見て、その3対3であってもですね、1人ずつつけばいいんですけどね、やっぱり動きがやっぱついていけないですね、あ、まあ、しかしこうして見てきますと本当に今までになかったソビエトの一面を見る思いがしますが、本当にソビエトの強さというものが、はい、目立ちましたですね、ですから、今まで見たとそのボディチェックはしない、はい、全てその組織プレーでパスワークでいく、それがもうどんどんシュートするようになった、はい、ボディチェックも多くなったと、うん、いうことで、まあ一つはカナダの当たりに対抗する自分たちのやっぱりホッケーという一つの改革だと思うんですけどね、まあ、まあ、目下世界最強と、はい、いうこのソビエトチーム、さらにまた他を一歩引き離したような、あ、またペナルティですね、またペナルティ取られたんですね、
そういったのを見せつけた今日のこの試合ですが、もう残り時間ほとんどありません、はい、まあ賑やかなことで、今度は8番のグサロフがフッキングのペナルティーで4人も入るし、これちょっと珍しいですね。本当に、まあ、日本リーグのそういうことを4人以上はちょっとないんじゃないかと思います、モスクワレーニン競技場の12月21日に行われましたイズベスチアカップ、その決勝戦ですが、試合はもうソビエト、このままおそらく5対0で優勝ということになりますが、残り時間10秒を切りました。ソビエトの強さ、そしてまあ新旧交代のチーム途上にあるチェコスロバキア、これからどう自国で行う世界選手権に向けて立て直すかですね。そうですね、ですからこの薬を、この試合をいい薬として、はい、まあ、これからのチームの立て直しはチェコしなきゃいけないし、まあ、それには後を追われる立場ということじゃなくて、はい、やっぱりその相手チーム そのいいところをやっぱりそのどういう形で防ぐかということもですね、織り交ぜながらそのチーム その強化をしていく必要があるんじゃないかと思いますね。時間は5秒になりました。ソビエトがペナルティーボックスに4人、チェコが2人入ったままでここで試合終了。ソビエトが5対0でチェコを破りました。初めてここで、ね、顔を見せてくれました。ソビエトの小柄なミシキン、ゴールキーパー170センチしかありません。しかしこれが将来のソビエトを初戦行く選手ということになるわけですが、キーさん感想一言はいかがですか。はい、前半戦はやはりお互いにその状態を見るというか、はい、当たらず触らず そのゲーム内容だったんですけども、やはり後半戦はやっぱり力に勝るソ連がですね、組織プレーを生かしたそのいい形の攻撃でその得点を重ねていったとですね、そういうことだと思います。どうもひいさんありがとうございました。どうも失礼いたしました。解説は王子製紙の引き木隆夫監督でした。それでは